はい、こんにちは、こんばんは。おはようございます。石井ちゃんです。それでは織田信長ですね、本能寺の変、最終ステージをやっていこうと思います。どこでしたかね。あった、これ。はい、続きから。はい、ドン。はい、本能寺の変ですね。ちょっと武器だけ見ていいですか。ちょっとどんなだったか忘れちゃったんで。生き抜いたりがちょっと長めと。で、その間攻撃力がお、えー、アップすると。で、攻撃食らっても生きゲージが溜まります。で、あと相手のガードも崩しやすいっていう状態ですね。まあ、そんなに高い攻撃力とか、なんですかね、このグラフ見てもらって分かると思うんですけど、まあ、割とそんな強い武器じゃないです。で、レベル難しいでいこうと思います。ただ、こっちのですね、戦友である柴田勝家のパワーが、やんごとないことになってます。もう、バサラゲージに至っては1111まで行ってまして、攻撃力も1000いってるっていう、もう明らかに、主人の織田信長の力を、凌駕してます。これで行っていいのか。まあ、でも、まあ、レベル32なんで、まだ交代はできないんですね。なので、で、こいつのた、ちなみにスロットはもう必殺って書いてあると思うんですけど、必殺ってバサラ技使った時の、攻撃力が半端ないことになってるんですよ。それ4つぐらいつけてるんで、まあまあ強いです。まあ、それはいいとしていきましょう。進軍。ここはいずこぞ。世は何者ぞ。世は青天魔聞く？これ聞いた方がいい？王信聞きたいですか？光秀の丸。徳三治奇才を語り。確か世はそう愚かしくも打たれたか。たかが犬めが大それそうたですね、もの前よ。回、明智光秀にちょっとやられちゃったんですね。名ば至るは冥府まどよく買いか。まず歩んでみねば何一つとて分かりはせぬか。のびぞ盛りてしかと言えぬが、あれに見ゆるは本能寺あれか。に見ゆるは本能寺。あの寺が焼けをしたなどとついぞ耳にした覚えなし。なれば少なくともここは世の早期にあらじか。物 投を宿げなおすい。し本能の寺。その奥に座すは何者ぞ。姫橘か。物世の長か。あるいは。やっと言っていいんですね。長かったな、独り言にしちゃ。もう死んだっていう体なんですよね。で、殺されたの本能寺じゃないんですよ。違うとこで殺されて。どういうことよ、こ長れ。かった。ようやくあなたにお伝えできる。長かったよね、さっき。確かに喋りが。こちらへ。共にあの日をやり直しましょう。このステージ一回も見ましたよね、確か。はい、行く手を遮る襖を壊し、進む道を切り開け。ただし敵が隠れているかもしれないので注意は怠るな。もうね、ミッションとしては簡単。襖を破けと。襖は勝家に開けさせましょう。開けてくんない。開けてくんないか、さすがに。でですね、
なんか技をあまりまだ紹介してなかったと思うんで、ちょっと軽く紹介していきましょう。まあ、通常攻撃を長押しすると、こう最後に、ショットガンを撃ちます。火縄銃ですね。でですね、普通の固有ボタンを押すとこれです。真上にこう打ち上げるっていう感じですね。これであの壁際で敵を上に打ち上げてはめることもできます。こうやって上に打ち上げ続けることも可能です。これはボスに対しても可能です。で、移動ボタンを押しながら打つとこんな感じで溜めれます。で離すと結構でかい。これ溜めずに打つとこんな感じです。普通のあれなんですけど、溜めて打つと当たった後に左右に砕け散るショットガンみたいな感じになりますね。うん、左右にっていうか、あの、なんですかね、連続ヒットする技に変わります。でこれが、R1 ボタンを押す突進技ですね。これが強い。でこの R1 ボタンはなぜか空中で押すと下に向けて撃つ火縄銃に変わります。これですね。なので使い方としては、ちょっと待ってくださいね。やべ、爆弾がいる。こうやって上がっていっ、なんて言ったらいいのかな、これでそのまま長押しするとこう上に上がるんですよ。だから長押しで上に上がって1回通常攻撃入れてから最後にこうショットガンっていうね、まあ全然分かんないと思いますけどっていう感じです。さらばだ友よ、異なるどこかにてまた。でこのステージちょっと長くなるので、ちょっとなるべくサクサクいこうかなと思います。で1回の動画で終わらせればいいかなと思ってます。こいつうぜえな、この火縄銃が。あと攻撃、この最終ステージなんですけど攻撃力が低いからなかなか敵が、まあ、こういう時はまあ柴田勝家を活用していきましょう。うわやべ、でかいついた。第六天魔王、そのついにザスはですね、もう一個固有技があるんですけど、それが何かというと、固有ボタンと L1 ボタンを押すんですけど、押すとどうなるかというと、魔王様、ここやってみますね。者にとっては宿なのだ。こんな感じです。今のなんですけど、今、まあ、周りにいた敵がぶっ飛ぶんですけど、あれやるとどうなるかっていうとモードが変わります。なのでさっきご説明した技が全部違う技になります。違う技になるっていうよりは正確にはもう全く別モードになりますね。さっきのはもう全く関係ないことになります。まあ、L1 ボタンを押すこの技とかはまあ踏襲されてるというか似てるんですけど、ほい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 、何がいい、まあね、例えばこういうボタンをそのままニュートラルで押すと、ちょっと待ってね、敵は我が目の前にあり。これ意味わかんないですね。例えばこういうボタンを押すとこの技です。自分が切って悪魔も切るみたいな、これがね意外と強いんですよ、攻撃力で。方向キー入れながらやるとこう連れてくるんですよね、遠くから。これこれ、例えば活用の仕方としては向こうからこう連れてきといてこう、これが強いですよね。まあ、とにかく強いと織田信長は。で固有奥義はまだあったかなかったかちょっと試してないんですけど、多分ないですね、レベルも高くないんで。うん、ないですね。もしかしたらこの動画の中でレベルが上がっていって使えるようになるかもしれないです。あれこそがいいよ、すべて制するゆえんのものか。魔王が
旗を目に焼き付けさてさてさてそれも物たる身の務めてか自分で言うのもなんですけど今回はあれですねなんか説明がすごいスムーズですね僕聞いてる人いや全然スムーズじゃねえよって思ってるかもしれないですけど僕にしてはねちゃんと説明してるなっていうもう初めてじゃねえかっていう感じがしますけど世はここにありし我のみ勝家どんどん使っててサクサク動画にしていきましょうサクサクとおいさんでですねちょっと皆さんにもう一個お伝えしておかなければいけないことがあってこれ今ちょっとあの携帯電話とかスマホで撮ってるんですけどちょっとね今日かなりの人にメールを一斉に送ったので返信がねいつ来てもおかしくないっていう状況の中今撮ってるんで多分ずっといろいろ見てくださってる方は分かると思うんですけどふと動画撮ってる時に急にねジャラン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 みたいな感じで音が大音量で鳴るっていうことが僕の動画結構あったと思うんですよあれ何かっていうとまあスマホで撮ってるのにもかかわらずその撮ってるスマホ自体が鳴っちゃうっていうそれはちょっとうるさいだろうっていうようなねことが過去あったので今回はちょっとあのマナーモードにしてますあらかじめね、あらかじめこうメールが来ることを予測してですねなのでちょっと僕もそれや動画撮りながらマナーモードが発動したらどうなるかってちょっとやったことがないのでわからないんですけど多分なんかまあメールが来てもうん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 っていうだけじゃないかなって思ってますちょっとうんうん音だけはちょっと皆さんご了承くださいあら、私をお目にかけたくて戻り橋すら越えたというのに光秀いずれの時にもぶつけたのにお化け屋敷だよほとんど本能寺ってそもそもこういうもんじゃなかったと思うんですけどねうわいっぱい来た何気にねあいつのこの爆弾野郎の攻撃力半端ないんですよね。うわ、何気にもう12分経ってんのか。これは厳しいな。ちょっと柴田勝家はあんまり活用できてないですね。この杯が危ない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 同士互い抱いて眠るわよ。で織田信長のなんかあちょっと待ってこの本当こいつら本当にもう何を持って生きてるんだあの爆弾野郎はこいつは本当だからもう、ね、爆弾野郎は僕のところに来て走ってきて爆発して自分もいなくなっちゃうんですよ死んじゃうんですよその代わりすごい大ダメージを食らわしてくるっていう感じなんですけどね、多分あの爆弾男を一人一人にもやっぱり家族とかいてもうこうせざるを得なかったんですよね戦国の時代まあ本当の戦国はあんなやついないと思うんですけどこのゲームの中のねなのでまあそういうのを僕たちは考えなきゃいけないんですよねあいつらもちょっと考えながら生きてるわけですからおこれいいね空中から引っ張ってこれるであればまたそれもよろしいこっちの中部屋ありますね怖いなあの爆弾やばいやばい結構減っちゃいましたね今のでもそうでさっきちょっと何を言いかけたかっていうと、まあ、戦国バサラってやってるとね結構喋るじゃないですかキャラとか敵とかがキャラというかなんというか
で織田信長もやっぱりまあ喋るんですけど、まあいかんせんね、言ってることがもうわけわからんのですよ。なんかこう雰囲気はわかるんですけど、あれこれ開かない、え、これ開かない系？開くわ。しかも宝あったわ。今どのぐらい溜まってんだろう。あ、でも5000個か。足軽頭、あーちょっともう戦国大名までは行きたいな。でもついちゃうんだよな、そろそろ。やばい、勝家頼む。うお、気持ち悪いもん、これいっぱいいすぎだろう。物は天魔の前に、うお、やべやべ、どっちもパワーがなくなってきた、二人とも。やべえな、これは。ちょっとどっかでパワーを、ていうかなんか足場で勝家がもうちょっと、もうちょっとでレベル上がりそうなんで、もう積極的にアグレッシブにいってもらって、パワーを回復してもらいましょうかね。お、来た、いいね。てかこのやばい、ちょっと息を使おう、息の至り使わないとちょっとやばいわ。お、なんか柴田勝家パワー上がりましたね。いい感じだ。このお方の言葉にそれがしは救いを得たのだ。どこ行く。ちょっとずっとこのモードでやってるのもつまんないんですよ。モード変えてノーマルモードに戻してみましょう。唯一一つも返せぬものよ。どう、うわ、やばい。やっぱりあの爆弾男はね、ちょっとなかなかきついんですよね。攻撃力がすごいんで。あえて必須べきものもなし。こいつを倒せば門が開くと。開門。あー、そ、くっそ、こいつは敵呼んでんだな。よしよし、勝家もレベルが上がりさえすればパワー回復するはず。で、このステージ来るといつも思うんですけど、この座布団、この座布団なんかもうでかすぎだろっていうね。もう布団みたいな感じですよ、キングサイズの。やばい、また来た。とにかくこの爆弾魔だけは気をつけないと。侍大将まで来ました。あともうちょっと行きたいですね。お、柴田勝利ももうちょっとレベル上がりそうです。頼むぜ。これもうこっちは柴田勝利にやってもらいましょうかね。いけ、ガツイ。うわ、頼むぜ。でも俺は援護射撃だけするっていうスタンスでいいんじゃないでしょうかね。おい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 、こっちにも何かありますね。よし、これで殲滅しました。あとはもうボス近いっすよ。で、ボスのとこ見てもらったら分かると思うんですけど、赤とオレンジがありますよね。あれがまあ明智、前回やった時はまあ明智光秀と織田信長だったんですけど、織田信長ね、僕今使ってるんでわけわかんないですよね。なんでこんなことに。さてさて、これはもう織田信長対織田信長になるでしょうか。時間も時間ないんで、早いとこちゃちゃっと行きたいですね。よし、もうこの襖壊してても意味ないんで行きましょう。もうやっぱいるわ。
私の名を呼んでください。さあ知らぬな。お、これはどうなる。別なる時の意欲少々世の方をすると恐れなき者に。光秀的にはもう信長様が二人でも大喜びでしょうね。海胆の義を、いやもうわけわからんな。どっちから殺したらドラマティックになるんだろう。俺いつもそういうことばっか考えてるんですね。どっちがドラマティックなんだっていう。やべやべ、なんかしてる、なんかしてるよ、なんか危ない。飯がいよこそことほぐわぬか。なんだ、あなたが本物です。じゃあ この信長がまあ偽物、偽物じゃないと思うんですけど、黙れ、まあちょっとこっちの信長先殺した方が、で、あとは光秀とこう一騎打ちってやつの方がなんかいいような気がしますね。よし、もう本気出しましょう、本気。やばい、あー使っちゃった。しかもギガバサラじゃねえし。やべ、誰も何も食らってない。なんか一人でなんかあいつが、この2人いっぺんに殺しちゃうな、これじゃ。てかどっちの信長が喋ってんのかわけわからんな、これ。よっしゃ、ちょっと待って、ちょっと待って、パワー危ない、パワー危なくね。あぶねー、今なんか泣かぬならとかそういうの聞いてた。あー危ねー。もう俺や、何度も言いますけど嫌なんです、動画撮ってる時に死ぬのは。やべやべ、いまだにやばいパワーが。ちょっと待って、待って、いずれの末路とて、末路いいことには変わりなし。よっ、この賢明なる抗いぞ。よし、とにかく信長をさえ殺したい。痛いはきつい、危ねえな。いやもういつ死んでもおかしくねえぞこれ。よし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 、決まった。よし、いいね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 。あとはもうあいつにギガバサラ食らわせて終わらせたいところですね。待ってください、信長子。よしほいさ、ほいほいほい。お、この2人のコンビいいねいいねいいね。よし、見過ぎでは弱いんだよな別に、はっきり言って。次元大使見過ぎで、よし終わりましたね。わー意外と手ごわかった。え、終わってるよね。え、終わってるよね。びっくりした。投げんだよなんか間が。一応ちょんまげはあるっていう。全ての己、全ての僕、全開合戦、打ち殺してくれよ。あーでもよかった、メールが来なくて。
そのすべて滅ぼされるべき命の中に私も水秀。ちょっと猫っぽいな、なんかこの愚か者がいずれのようにやろうとも黙って世のもとに伏せ。信長子。撃ったっていうか今メール来た、もしかしてなんかうーんって言った気がするけど。やっちゃったねこれ。でもこれを明智光秀は望んでいたのかもしれませんね。ド M だから。はい、お疲れ様でした。結局一番上まで行かなかったですね。侍大将止まり。おい、いや怖いな。さあ誰か出てくるでしょうか。お、あ、出ねえのかよ。なんだこの誰か新しいの出るときはちょっと皆さんと一緒に共有したかったんですけどね。いいや、いいやっていうかもう私にはどうすることもできない。まあ一応新しいねコスチュームでも見ときましょうか。あ、そう、コスチュームって言えばさっきなんか YouTube でなんか動画、バサラの動画見たんですけど、ついに販売されるらしいですね、コスチュームが。あの初回限定の、僕は初回限定では柴田勝家のコスチューム、第3コスチューム持ってるんですけど、でもね、あれコスチューム一人が300円するんですよ。ちょっと300円高いっすよね。まあそれだけに初回限定のこうプレミア感っていうのを大切にしましょうっていうことなのかもしれないんですけど、ちょっとね、もうちょっとかっこいい、なんかグレーのテルみたいな感じで。さあ、合戦準備、衣装変更、これ期待できますよ。どうぞ。怖え、これ何これ、かっこいい、竜じゃん。竜っていうかなんかもう悪魔、すげえこれ。すごいなこれ、みんなすごくない。今回ってなんか武将はちょっとまあかなんていうのかな、第二衣装が結構ほんと実際の質素な、ほんとの実際の戦国時代の格好に変わるっていうのがケースが多かったんですけど、信長だけはなんかその逆いってる。もうなんか悪魔ですよね、これ。悪の化身みたいな感じですね。かっこいいんでこっちで行きましょう次から。よし、てかお供にこんなやついたら怖いですよね、明らかに。お供がだってこいつのお供がこいつだったらもう絶対怖いっすよ。こいつでいきましょう。 OK、 では次そろそろあれいきますか、石田三成ね、そろそろ行きたいんですよ僕も。ということで、今回は織田信長でした。ご視聴ありがとうございました。じゃあねー。